いつでも行ける。これだけレベルが上がったのに全く見当がつかないんだ。この扉の向こうにいる奴がどれほど強いのか。鎧をつけててもあんなに速いのか。これまでの奴らとは違うってことだ。正面、遅い。踏み潰してやる。これで終わりだ。無駄だ。捕まえてみてよ。正面、遅い。俺が力を貸してやる。すぐに終わらせてやる。これで、これで終わりだ。大掃除。捕まえてみてよ。弱点か。俺が力を貸して。すぐに終わらせてやる。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。これで終わりだ。体を休ませないか。油断した。無駄だ。これで、すぐに終わらせてやる。だがその探検は超度可能だ。悪くない戦いだった。勝てたのはまぐれだろう。アイテム一度に4つも。報酬の格が違う。このタイミングで機関石が出てきたってことはクエストはまだ終わってないってことなのか。
今ので終わりなわけがない。これで終わりだ。切り刻んで、こっちの番だ。遅い。捕まえてみてよ。俺の力を貸してやる。これで終わりだ。砕けつる。逃がすか。すぐに終わらせてやる。丸見えだ。捉えた。踏み潰してやる。こっちの番だ。弱点か。これで切り刻んでやる。これで終わりだ。遅い。行くそこだ。踏み潰してやる。くらえ。すぐに終わらせてやる。俺の力を貸してやる。正面おさ、切り刻んでやる。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。これで終わりだ。踏み潰してやる。正面そこだ。すぐに終わらせてやる。これで終わりだ。砕けつる。これで正面遅い。すぐに終わらせてやる。切り刻んでやる。E級ハンター水志のシュン、お前は所詮その程度さ。ただの向こう水な身の程知らず。黙れ。なんだよ、クエストが終わるのか。どうやらお前をここで死なせたくないみたいだね。じゃまた会おう。悪くない戦いだった。ここはペナルティーゾーン。そういや、今日デイリークエストまだ終わらせてなかったよな。ナイスタイミング。おかげで助かった。ストア、疲労は回復しても体力は回復しない。ここでならレベルアップで HP を回復させられるんじゃないだろうか。コンディションは最高だ。踏み潰してやる。砕けつる。逃がすか。
こっちの番だ。無駄だ。正面遅い。俺が力を貸してやる。すぐに終わらせてやる。踏み潰してやる。丸に遅い。捕まえてみてよ。弱点か。こっちの番だ。すぐに終わらせてやる。丸見えだ。無駄だ。油断したな。体を休ませないか。ペナルティーゾーンではレベルアップすると体力が回復する。ポーションも使えるし、あと3分で転職クエストに戻されるのか。ストア、もっと強力な武器が必要だな。あった。これならさっきよりは戦いやすくなるはずだ。あとはこれだ。マナが不要なスキルか。効率はかなり良さそうだな。これが最後のチャンス。今準備しておけるのはこれくらいか。あとは運に任せるしかない。悪くない戦いだった。帰ってきたのか。たった数時間で数がバカみたいに増えてんじゃん。捕まえてみてよ。逃がすか。くらえ。踏み潰してこっちの番だ。遅い。すぐに終わらせてやる。これでそこだ。これで終わりだ。正面遅い。無駄だ。すぐに終わらせてやる。ご日に刻んでやる。踏み潰してやる。力を貸してやる。弱点か。油断したな。これで終わりだ。正面遅い。弱点か。すぐに終わらせてやる。俺が力を貸してやる。油断したな。あとで食らえ。一瞬で切り裂いて終わりだ。逃がすか。すぐに終わらせてやる。これで終わりだ。俺が力を貸してやる。踏み潰してやる。これ弱点か。正面遅い。捕まえてみてよ。すぐに終わらせてやる。丸見えだ。遅い。力を貸してやる。切り刻んでやる。
正面遅い。踏み潰してやる。構えてみて。砕け散れ。これで、すぐに終わらせてやる。これで終わっ。こんなミスをするなんて。帰ってきたのか。たった数時間で数がバカみたいに増えてんじゃん。これで終わりだ。すぐ終わらせてやる。捕らえた。捕まえてみてよ。俺が力を貸してやる。弱点か。正面遅い。丸見えだ。無駄だ。踏み潰してやる。こっちの番だ。これで終わりだ。逃がすか。すぐに終わらせ。遅い。俺が力を貸してやる。弱点か。切り刻んでやる。受け。丸見えだ。捉えた。油断したな。踏み潰してやる。すぐに終わらせてやる。こっちの番だ。これでせい。砕け散れ。そこだ。丸見えだ。一瞬で切り裂いてる。終わりだ。私の場遅い。踏み潰してやる。これで捕まえてみてよ。すぐに終わらせてやる。逃がすか。俺が力を貸してやる。正面遅い。これで終わりだ。そこだ。油断したな。捕まえてみてよ。決める。これが力を貸してやる。すぐに終わらせてやる。逃がすか。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。油断した。本当に終わったようだ。やっと転職できる。与える？選べるんじゃないのか。おそらく攻撃力の高い戦士や速度を活かせる暗殺者、あるいは体力を評価されタンク系になるかもしれない。待て、なんだよこれ。これが俺の職業。
影を背負った魔法使いとそれを追うアンデッド軍だ。あ、拒否できるんだ。いえ、隠し職業、ネクロマンサーの職業体験みたいなシステムがあればいいのに。この魔法使いたちはネクロマンサーに似た力を使ってたよな。魔法使いたちと違って俺は戦闘能力も兼ね備えている。優れた戦闘力を持つ魔法使いに軍まで率いることができたなら、上級ダンジョンを一人でクリアすることもできるかもしれない。悪くない戦いだった。命令後か。起きろ。死んだ相手なら召喚できるってことか。もし A 級や S 級の影を抽出することができるなら、こいつを従えることができたら、騎士団長、高潔のイグリッド、高機能、いなくなった奴の椅子なんか守ってないで、目の前にいる俺を守ってくれ。起きろ。お前は今日から、イグリッドだ。